三宅健さんは、新たな活動の場としてた木沢秀明氏が設立した会社、t u b i に所属することを発表しました。t u b i は、アイドルと様々な分野の化学反応に挑戦し、その可能性を広げていくことをビジョンとして掲げています。三宅健さんは、t u b i に、 今年7月2日に加入することが発表されました。滝沢秀明氏が Tubey の YouTube チャンネルで生配信し、三宅健さんを紹介しました。滝沢秀明氏は、三宅健さんとはジャニーズ事務所時代からの中であり、お互いに尊敬し合っていると話しました。また、 三宅健さんがジャニーズ事務所を対処した際には、自分の会社に来て欲しいと誘ったと明かしました。三宅健さんは、滝沢秀明氏からの誘いに対して、すごく嬉しかったと、感謝の気持ちを述べました。三宅健さんは、トゥービーに加入する前に、約2ヶ月間の充電期間、 を過ごしました。その間、海外へ行ったり、家で掃除や断捨離をしたりしました。また、滝沢秀明氏と一緒にチェーンソーで倒れた木を切って移動させたそうです。三宅健さんは、10連期間を経て、t u b e で新たなスタートを切りました。具体的には、 YouTube での配信がその一つです。1日に自身の公式 YouTube チャンネルを開設し、初の生配信を行いました。生配信では、ファンから寄せられた質問に答えながら、ジャニーズ事務所を対処した理由や心境を語りました。また、今までできなかったことにも挑戦していきたいと話しました。 具体的には、YouTube での活動やファンミーティングなどが挙げられました。YouTube では、カフェの一日店長体験やゴミ拾いなど、様々な企画に挑戦していく予定です。生配信では、滝沢秀明氏の存在にたびたび触れながら、いつかファンの前にはあいつを引っ張り出したいと思う、とも話しました。 滝沢秀明氏は t u b e の社長として三宅健さんや他の所属タレントたちをサポートしています。三宅健さんは YouTube だけでなくライブ活動にも積極的に取り組む予定です。t u b e では三宅健さんが以前からファンミーティングがやりたいという希望を表明しており、 その可能性が高まっています。では、その理由とは何なのでしょうか。最後に、その点について見ていきましょう。t u b ビ y は、ソニーミュージックエンターテインメントと提携しており、所属タレントたちの音楽活動をサポートしています。三宅健さんは、ジャニーズ事務所時代に、 V6 やソロとして多くの楽曲をリリースし、作詞や作曲も手掛けました。t u b e では自分の音楽性をさらに追求していきたいという思いを持っています。また t u b e では三宅健さん以外にも他の所属タレントたちがライブ活動に力を入れています。例えば 元金プリの神宮寺ゆうたさんやジャニーズジュニアないグループ、インパクターズなどが、ライブ配信サービス、IMP で定期的にパフォーマンスを披露しています。三宅健さんは、t u b e で新たな仲間と共に、アイドル文化をアップデートしていくというビジョンを掲げています。三宅健さんは、t u b e で、新しい一歩を踏み出しました。今後、どのような活動を見せてくれるのか。注目していきましょう。元 V6 の三宅健さんが、トゥービーに所属したことについてお伝えしました。滝沢秀明氏が設立した新会社、トゥービーに所属する三宅健が、8月1日に、 自身の個人 YouTube チャンネルで生配信を行いました。この中で、滝沢氏が声で出演する場面もありました。三宅は7月25日に個人の YouTube チャンネルを開設し、今回が初めての生配信となりました。滝沢氏との仲良しエピソードを尋ねられた三宅は、 最初は接点がなかったが、舞台、滝沢歌舞伎での共演を通じて行き統合し、東日本大震災のボランティア活動に一緒に参加するようになったと話しました。当時のボランティア活動を振り返りながら、三宅は二人で一緒に瓦礫を運んだり、木を切ったりする様子を思い出しました。また、 何かを思い出せない時には、あれなんて言うんだっけ、滝沢、と生配信中に滝沢氏に声をかける場面もあり、滝沢氏もマイクを通さずとも自身の声で回答するなど、仲の良いやりとりが繰り広げられました。三宅は、藤原聡氏と会った際に、滝沢氏の出来事を話し、 ありがとうございますって言ってたと笑いながら振り返っていた。生配信を受けて、視聴者からは感動するエピソード、二人とも温かいな、そういうところで通じ合ってたんだ、という声が寄せられたほか社長登場、タッキーも来てるんだ。声聞こえた、タッキー社長だ、など。 滝沢氏の出演に歓喜する声も寄せられていた。滝沢秀明氏の新会社、Tubey に参加した三宅健が、8月1日に初めて YouTube で生配信を行いました。彼は深海魚がプリントされたパジャマを着て登場し、ファンの質問に答えながら、滝沢氏との仲良しエピソードなどを披露しました。 一方、三宅が飲んでいたレモネードは、同じくトゥービーに所属する平野翔も、数日か前にインスタグラムでカフェで飲む姿を投稿しており、二人の間で頻繁に共通のアイテムとして登場しています。ファンからは、トゥービーファミリーで流行っているの、何かの匂わせなのかな気になる。 お揃いのレモネードについて疑問の声も上がっています。今までできなかったことをやりたいかな、と意気込んだ三宅は、平野と共通のアイテムであるレモネードについて話す中で、配信開始15分後にハプニングが起こりました。何を飲んでるのというファンのコメントに対し、当然レモネードだよ。 グラスを手に取りながら答えたのです。見せようとしたこの精神が、ぶちまけちゃったよ。D 家具だから怒られちゃうよ、と大慌て。自分の家だったら悲劇だよ。一生テーブルを拭いているよ。レモネード事件だよ、と笑わせた。滝沢氏は、p r a 店だ。が好きだと言って落ち着いた後。 質問へ。滝沢さんとの仲良しエピソードを聞きたい。との声には、舞台で共演した後、東日本大震災のボランティアに一緒に訪れるようになったと説明。軽トラとか、滝沢が運転していた。後ろに瓦礫を積んだりとかして、数年後に被災地を訪れた際には、車のラジオから、 オフィーシャルヒゲ男 ISM の PRA 店だが流れると、滝沢氏が口ずさんでいたといい、この曲、好きなんだよねって言ってるんだよ。ラーメン食べて、PRA て NDR かかってきて、食べながら口ずさんでるから、よっぽど PRA 店だ、と、滝沢氏の意外な一面を明かした。 ケンタッキーに行こうかにつかね。ファンのこの前に出てみんなの期待に応えたいんだ。頑張って欲しいと力強く語った。滝沢氏は深夜にチクトクで話していることにも触れ。今日やるやらないう次にやるときは p r エテンダーを流してくれよ。約束してくれよと話した。毎度なニュ7月2日に 元ジャニーズ事務所副社長である滝木沢秀明氏が設立した芸能事務所。t u b ビーに加入した元 V6 のメンバーである三宅健が1日。自身の YouTube チャンネルで初の生配信を行った。